うん、それで、えー、今回ですね、まあ、前回の,その2年前のコンサートでも僕は「影穴でペンライトを消灯してください」っていうことをファンの皆さんにお伝えして,決しても演出のために演出をより,より楽しんでもらうために消してもらったりしたんですけど、まあ、今回もそういった箇所をやっぱペンライトって東京ドームの時もそうだったんですけど結構な光量なんでしかも数が多ければ多いほど。 会場全体が明るくなってしまうので僕は割とそのミニマムな世界観を作りたいタイプなんでペンライト自分で作っておいて何なんですけどペンライトの光量があの邪魔だなっていう時が演出上ですよ演出上ちょっとこれがない方が綺麗なんだけどななんていうこともあるのでコンサートが始まって一番最初の。 MC があるんですけどもそこで僕があのー、皆さんにペンライトを消灯してくださいということを、えー、伝えますそれが1ですねで、えー、その時に皆さんペンライトを消灯していただいてですね、はい、で、えー、ペンライトを点灯してもういいタイミングはですね映像で、えー サイドのビジョンなのか真ん中のビジョンなのかに出しますのでここから点灯してくださいっていうことをお知らせしますはいそれで多分点灯していい合図は分かると思うのでそれを是非とも見逃さないようにしていただければなと思っておりますあと何だろうなうーんちょっと1個聞きたかったことあるので聞いていいですかどどうぞどうぞぞ、はい <laughs> うん、の三宅健にとってライブとはっていう質問なんですけどなんで急にぶっこんでいくるのそれは？なんかちょっと聞いてみたかったなって思ってえー、結構ねアーティストの方にインタビューであなたにとってライブとはってあるじゃないですか<ー>、えー、ちょっと健さんに聞いてみたいなって思って <laughs> え何、ー、ですかねうんなんだろう一番怖いものでもあるけど一番楽しいものでもあるしうん一番 そうですね、一番素に近い状態でもあるのかもしれないですね<う>もしかしたら、うん、ライブがありがとうございます、はいえー、そして今ここに僕の手元にですね、セットリストがあるんですけど見えちゃうかなこれ<あ>見えちゃうああそれ以上はもしかしてああ裏付けするかもけしれない。<laughs> セットリストが今ここにあるんですけどもうんあ皆さんファンの皆様、えー、CD をご購入いただいた皆様アイビーの皆様、えー、特典に入っておりましたアイビー様のために作りましたアイムグッドレクチャー動画ご覧いただいていると思います。 えー、そちらをですねぜひとも今回のライブでは、えー、実施したいと思っておりますので、まあ、もちろんその DVD をご覧になられてない方々も、えー、一緒に「アイムグッド」という楽曲をですね一緒に踊れるように私レクチャーも当日したいと思っておりますので <laughs>、はい、そんな完璧に踊ろうとしなくていいんですあの雰囲気だけ雰囲気だけあの楽しんでいただければいいなと私は思っておりますのでそちらもよろしくお願いします。はい あとはあの先週の生配信でもお伝えしましたけども私の「アイドリング」という楽曲でですね多分おそらくサービスモニターが出てくると思うのでそこに歌詞を基本的には出してるはずなのでそこに出てくる「カッコ」「カッコ」「カッコ」「閉じるカッコ」「のカッコ」「カッコ」っ になってる歌詞のの部分をファンの方々お客さんに歌っていただきたいなと思っておりましてまああんまりその僕自身もコールレスポンスって苦手だからやってこなかったんですけど今回はちょっとそういうの一緒に僕が歌ってないパートをファンの子たちに歌ってもらえたらいいななんてことをちょっと思ったので是非ともストレス発散に、えー、その括弧の部分を。 えー、たくさん歌ってもらえたらいいなぁと思っております。はいっていう感じかなはいじゃあケさん、あのー、最後に改めてちょっとあのファンの方に一言お願いできますか。えー、そうですねうんまあいろんなねなんかあのー、人がいると思うんですよ。なんかあの例えば「本当の単独」で見たかったとか。 僕一人だけで見たかったとかいう人もいるかもしれないし、うん、でもなんかあの僕は今回そのトレーニーの子たちだったり大東君だったりウィングファーストも出ますけどあとリー e ルズも出るしいろんな子たちが出てくれるんですけどなんかその子たちとの,その僕の絡みも含めてこのコンサートを楽しんでもらいたいなと思っているので。 ぜひともね私を、えー、信じてですねあのー、みんな楽しめるコンサートを作っておりますので、えー、何もそこは考えずに当日会場にお越しいただければそして、えー、配信を見ていただければなと思っておりますなんか僕はあのみんなが僕だけじゃなくてみんなダンサーも含めてみんなが素敵に見えるような、えー 出方っていうのを考えているので、それをぜひとも楽しみにしておいていただけたらなと思っております。もちろん、あのファンの皆様が期待する、えー、ザ三宅健っていうのも見れると思います。なので、あ、なるほど、そういうことか。なるほど、こういうことか。なんてことをファンの子たちがうなずけるようなことになってるとおそらく。 思いますんで是非とも楽しみにしておいていただきたいなと思っております以上ですそれでは、えー、会場並びに、えー、配信の画面の前でお会いしましょうバイバイさよならありがとうございましたご視聴ありがとうございましたチャンネル登録いいねボタンベルマークよろしくお願いしますそして三宅健もよろしくお願いしますありがとうございました